この絵はラブユーストーンズという絵です。ロックンロールサーカスという映画が公開されていて、あとチャーリーズマイダーリンという2つの映画が公開されていて、そのトークショーだったんですけど、その時にあの番組の中でライブペインティングさせていただいた時の絵です。ストーンズが長い時代をずっとこう生き抜いてきた、そういうのを例えば新聞とかをここに時々字が浮かんできてるんですけど、そういうこう時代みたいなものを表してたりして、2つのベロマークが大きいのと小さいのがこう並んでいることによって2人がこう踊ってるみたいな、そういう風景なんです。